それでは天皇退位の皇室典範の特例法案の成立にあたって、一言申し上げたいと思います。で、私どもは、政治の責任で、天皇の退位の立法化することには賛成であると。で、その際、現行憲法下で象徴天皇制の下で初めて、退位を立法化するわけですから、それは憲法の規定に適合するものでなければならないというふうに申し上げてきました。で、そういう立場で衆議院では、修正案も提案をしてきたわけですけれども、今回こういった形で各党各会派の意見を、聞く場を事前の全体会議も含めて持って、から国会の委員会でも全会派が参加する場で議論をして、こういった形で、退位の特例法という形でまとまったことは良かったことだというふうに思っています。全体として各党各会派がやはり憲法の規定に適合するようなものにしていこうというような、努力が行われたのではないかなというふうに思っています。で、同時にもう一言、この間の経過で言うと、やはり日本国憲法では、やはり天皇については、主権の存する国民の総意に基づくものであって、国民統合の象徴ということが憲法上の位置づけであるわけですから、やはり国民の自由で活発なる議論が必要だというふうに思います。で、静謐なという名のもとにね、国民の議論がやはり制約されるようなことはあってはならないというふうに思っておりますので、退位の立法については今回こういった形で成立になりましたけれども、これからさまざまな、問題議論する際もやはり自由で活発な国民的な議論を大いにやっていくということが必要ではないかなというふうに思っています。全体としてはそういうことであります。はい、自由で活発な国民の議論という中で、これ、負けてきますけど、女性見分けというのは今、気がないというふうに、どうなんですか。いや、それはまさにその問題での国民的な議論、女性見分けの問題だけにかかわらずね、皇室、天皇に関わる議論、これから大いに国民的な議論をやらなければいけないと思ってますし、私どももしっかり議論していきたいなというふうに思ってます。党内での議論も含めてやっていきたいなと思っています。はい、先ほどの質問が出て、昨年の8月の天皇陛下のお言葉以来、今日まであったんですけれども、一連その中で、先ほど、各党各会派の、事前の調整なども良かったという話がありましたけれども、逆にその時間的性、テーマの時間的性やると、この国民声の形成という意味で、なかなか難しい部分もあったと思うんですけれども、例えばこの間の、進みの中で、局長として問題がちょっと他の問題だったんじゃないかみたいなところがもしあったら、指摘いただけますか。いや、具体的にここがこう問題だというのがあるわけではありません。で、この間の全体会議にしても、私どももオープンな議論にすべきだということでね、議事録もきちんと作って公開するということを求めてきたし、少数会派も含めてきちんと発言の、機会を保障するということを申し上げてきて、で、政府議長はそれを受け止めていただいて、議事録 もう速やかに公表するということを行われましたし、発言の機会も十分与えられたと思っておりますので、全体としてこの間の進め方について、異論があるということではないわけです。ただ全体としてやはり静謐なということがたびたび言われてですね、で、そういう中でこう本当に自由で活発な議論ということが、十分国民的な議論ができたかというところで言うと、さらに今後はもっともっと工夫が必要ではないかなというふうに思っています。具体的に何かこのやり方のここが問題だったとかそういうことではありません。だむしろ逆に全体として言えば、私どもはやっぱり憲法に適合するという点では、この間申し上げたように立法の根拠に天皇のお気持ちお言葉を間接的にでも表現するということは、憲法の規定から言って、
そぐわないのではないかということと、公的行為すべてをこう肯定するような、ね、表現には、まあ、異論があるし必要ないと申し上げてきたわけですけれども、まあ、全体としては各党各会派がやはりそういった憲法1条あるいは4条等の規定にどうやってこう適合したものにするかという点では、まあ、いろんな努力が行われたというふうに思ってますし、まあ、その結果の立法だったのではないかと。同時にその今後の議論については大いに自由で活発な議論が保障されることが必要だというふうに思っています。はい、話題変わって、はい、恐縮なんですけど、先ほど例の家庭学園の問題の関連で松野文部科学大臣が閣議後の会見で、まあ、再調査をするという意向を申し上げました。まず率直な受け止めをお願いします。再調査は当たり前当然であると。だってあれは調査になってませんから、そもそもで個人パソコンは調べてないわけですし、その調査なるものの後にまたいろんな文書も出たしメールも出たし前川発言が何より出たということであれば、まあ、再調査というかこれからが本当の調査ではないかなというふうに思います。で同時に調査にとどめてはいけないと思います。でやはりそのこの間要求してきている証人喚問、前川前事務次官、あるいは木曽内閣官房参与、あるいはその、泉首相補佐官等々ですね、関係者の証人喚問、これが必要だと思いますし、やはり総理が入る場での集中審議、衆参予算委員会という形で、この疑惑の徹底解明が必要だと思いますので、まあ、調査だけではなく国会でのやはりしっかりとした解明ということを求めていきたいというふうに思います。それが当然必要だと思います。はい、自分自身の前川さんの証人喚問は与党は報じていませんが、アメリカでは FBI の前総監が上院総長会に証言したと、まあ、議会に違いますけれども、この違いについてはいかがでしょうか。いや、あれ見てるとあれが普通の民主主義国家ではないかなと僕は思いました。議会の役割っていうのはやっぱりああいったことにあるんではないかなと思って、まあ、アメリカの言うことには何でもはいはいという安倍政権なのに、なんでああいったことは、学ばないのかなというふうに思いますね。やはりその、民主主義の基本っていうのは政府の中でどういう決定がなされてきたのか、特にやはりその権力者というか、まあ、大統領なり首相なりという人がどういう、こう役割をその中で果たしたのか、あるいはその介入みたいなことがあったのかどうかということを明らかにするのは、なんていうか民主主義の基本中の基本だと思いますので、やっぱりああいった形で議会でね、解明の努力がされるというのが当然の民主主義国家のあり方だと思いますし、まあ、そういう点では日本はもうちょっと民主主義国家と言えるのだろうかと。今のままね、こう突き進んでしまうというのであればね、そういう疑念を抱かざるを得ないなというふうに思います。はい、関連なんですけれども、政府与党の方はですね、少し小幅な会見長の検討し始めているようなんですが、そのあたりについてはいや、我々はもう会期は、これ会期っていうのは国会のルールですから、要するに会期延長したいっていうのは、その共謀罪通したいということがあるわけですからね、これはダメですよ。やはりその会期通りに閉じて、で共謀罪について廃案にすると。でその会期の中でまずやっぱりね、こう全ての前提ですから、政府に対するこれだけの不信怒りが広がっているわけですから、会期の中で今私が申し上げた証人喚問なり集中審議なりをまず優先してやっていくということではないでしょうか。それをやって閉じるということが国会の役割だと思います。3点目です。発祥それに関連して、与党の方はですね、その集中はダメだけれども、党首討論を応じるという必要を示すんですけど、これについてはどういうふうに。いや、だって集中を要求してるんですから、こっちはね。うん、やっぱり党首討論、まあ、それはそれでね、大事な場ではあるけれども、やはり一定の時間かけてね、これ、事実関係をきちんと究明するっていうことが必要な議論ですから、やはり予算委員会、衆参の予算委員会で総理出席 の、 しっかり時間を取った形での審議が必要だと
というふうにも言いますし、まあ、あの承認喚問も必要だと思いますので、私どもとしてはあくまでそれを要求していきたいと思っています。はい、関連で共同の島です。今日なんか朝 の自民党の役言の中で大村副総裁が野党の一部は会期不継続の原則を悪用し審議未了解案、まあ共謀罪に関してですけれども、審議未了解案に持ち込みたいと悪い知恵の限りを尽くしているという中で認められましたですか。で、悪い知恵の限りを尽くしているのは自民党じゃないですか。だって何を言ってんのかっていう感じですね。だって会期を持って満了っていうのは悪知恵でも何でもなくて議会の根本的なルールですからね。でそれをねじ曲げて、要するにそのもうなんていうかな、もうこれ9回裏で終わりなのを10回に11回12回って広げることこそ悪知恵だというふうに言わざるを得ない。よろしいでしょうか。はい、では終わります。